ハンさんも1しか上がんなかった。親子もいくん、アシロザさん、ほほ、ここがあなたの住まいですか。ええ、一度。なるほど、なるほど。なかなかいい住まいですな。そうですか。うむうむ。お前、煽ってんのか。おや、それは何ですかな。え、どれです。そのテントの隅にある。これですか。今日の朝食べた魚の骨なんだけど。ブブブ。シドタさん、ひらめきましたぞ。小宮くん、鍋の用意じゃ。は、そして完成しましたぞ。これは美味しいですぞ。いや、そういうことじゃなくて、あの材料から。うむ、私は料理人ですからな。お、手料理。そういや、なんかこいつに手料理めっちゃもらってんだけど、全然食ってねえわ。ちょっと、時間が経ったやつから消費していきますわ。50回復していきましょう。うわ、ふざけんなよ、お前。毒持ってんじゃねえよ。あー、下痢になっちゃったよ。最悪。しかも、まあいいや、ここはちょっと直すのに専念しますか。まあ一週間も経ってれば、あー、一発で直るんだったらいいわ。ちょっとカナの好感度上げて、新しい手料理も食べとけ。ウイス。ちょっとケーキ食べるか。うん。だけんなよ、お前さ。まあ、一発で治ったからいいわ。どうしようかな。いないですね。てか、いないっていうか、派手なゲージなかなか出てこねえな。安西が下がっちゃうな。まあ、いいか。もう、ふざけんねえ、お前。ちょっと古いパンが残ってた。でも、なんだかところどころ色が変わってるような気がするぞ。これね、食べるとハンサム度が下がっちゃうんですけど、捨ててもね、ハンサム1しか上がんないんで、まあ、ここはね、焼いて食べるのがいいと思うんですよね。うん、焼いて、火を通せばなんとかなるか。うん。うわ、ふざけんなよ、お前さ。ちょっと下痢になんないために焼いてさ、料理しやったのに、なんでそこで下痢になんだよ、ボケナスが、お前。あれダメだったっけ。まあいいや、ちょっともう多分20足りたんで、ちょっとレストラン行ってみますわ一回。手料理を腐らせるな。あ、分かった分かった、大丈夫です。ここはちょっとデート優先じゃなくて、練習優先していきましょう。よし。8日。ちょ、フルパワーで。もう5日目なんでね、食います。ふざけんなよ、お前さ。てか、5日目だっけ ?3 日目ぐらいの感覚だったんだけど、俺。まあ、しょうがない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 。もう終わったことはしょうがない。うん。よし。カナに会いに行くか。おや、こんなとこに美味しそうなキノコ。なんでだよ。ふざけんなよ、お前。栄養不足とかさ。缶詰食わしてやっただろうがよ。映画館に行こうか。しょうがない、参戦しとくか。来たな。よし。いらねえっつってんだろ、パンはよ。もうなんで栄養不足になるかな。もう食ってんじゃん、いろいろ繁華街とか映画館とか行ってデートで食ってきてんだろ、お前。もうさっきのイベントが次をなんでちょっとノックしますわ。お前なんか悪いもん食べたのかとか。あー、でも肉があったわ。食うか。うん。ふざけんなよ、お前。何回ゲリになったよ、今回。栄養不足もそうだけどさ。とりあえず白玉ちだな。ですね。そうですね。